横浜西口線さ、北斗無双ってさ、まあ、ちょい負けやったけど、いやけどさらに行ったやん。見返してみんな、え、予想してみんな、30分550円、いきますね。はい、あ、バケモンっす。やけど今日別のとこ止めたから。前より安い。普通高いよ、普通に高いけど、横浜では浜ではまあ安い方なのかなっていう。失礼します、いきます。ガイコラーもうコメントしにくいけど、おはようございます。あー、楽園追放やっぱ埋まんねや。あー、まあもちろんあれば4台機種が意外に、オリハマ行こうかな。おはようございます、いつもあれです。あ、気合いの入ってる磯丸です、よろしくお願いします。今日はね、抽選番号が、まあ、スロット座れる番号で、ガーッと見てきたんやけど、まあ鬼浜を獲得しましたということで、まあ、なんで打つかっていうのもね、ちょっと動画始まったらまた言おうかなというふうに思うんですけど、まあ、今月のミッションはもう終わってるから、まあ、楽しく、マイルドに遊ぼうかなというふうに思いました。まあ、まだあんま触ったことのない台をどんどん触っていって自分の武器増やしていこうと思って、そんな回にしたいなというふうに思っております。はい、なのでまあ今日はヘニャヘニャと楽しくやろうかなというふうに思います。気合は入れずにぶっ込みます、いきます、いけた、やれやれ、気合入ってないから、えい、ゲームじゃーっつって、えいっつって、なに、気合入れる、あ、なに、あいつがやる気あるんやったら俺もぶっ込むよ、うん、やるんやったってことやるよ。一回気合入れて、行ってくる？というわけでごめんなさい、嘘です。気合入れて、今日も、ジャブジャブぶっ込んでいきたいなというふうに思います。いきます、いくぞ、メリー、なりあがり。というわけで、ここリセットかかってますね。で、設定 L でもないですね。さあ、そんなわけで、ちょっと初打ちですけどね。実はあんまり興味なかったよ。というのも、鬼浜自体はめっちゃ好きやったんですよね。友情バンカー。覚えてるかなみんな、友情バンカー編が結構好き でその後の愛があんまり俺肌に合わんくて、でそっからちょっと離れてて、で、まあ、また折浜、これ、まあ、ベルコさんから出てるっていうので6号機になってね、まあ、ちょっとどんなんかなぐらいしか思ってなかったんやけど、これともう一個多分ねあるんやけど、紫の方多分また別なんやけど、こっちの方が多分先に出てて、なんかさ、あれもね、打てる時に横の方が2回ぐらい完走しててめっちゃおもろそうやん。で通常時この台多分やけど、レアやけど当てるの結構むずい系で、ゲーム数で当てるのがメインの当選景気になっていくと。でそのゲーム数でいくやつが、まあ、今までとカット見ゾーンなんですけど、カット見ゾーンもなんかねレベル上げれるっぽくて、でそのレベルで最終的なレベルに応じた抽選で AT の合否をやりますみたいな感じ でそこのカット見ゾーン中のレベルに応じたヒット率に、まあ、若干設定差ありみたいな感じでも、初当たる確率で見てもなんかそんな大して差はないから、多分設定推測とかめっちゃむずいと思うんやけど、まあ推測する気ないっす。あのね、 AT がほんまに、まあ、超単純なんやけど、最初の突破率 50% それ超えたら 80% ループっていう、なんか割と単純明快な、まあ、厳密にはやってることとしては多分継続率上げてみたいな感じなんやと思うんやけど、 80% までの期待度が約 50% ってなってる、熱いっすね。だからそれ超えると結構絶望的で、深いところまで行っちゃうかもねって感じになるんで、この1立派のところで無理やり当てるしかない。で通常時のモード振り分けも高設定の方が、まあ、悪いモードに行きにくいよっていう特徴はあるけど、多分ね見抜かれへんと思うわこれは。ああ、カットミゾン入ったらこの辺一緒やな、うわちょっと嬉しいな。で青春街道でカットミゾンがで、ここでレア役だったりお尻の1枚とかを引いてレベルアップさせて、その最終的なレベルに応じてエーテル当選と。いやー懐かしいな、これでねいつも止められるんだよね。はい、そこのチャンス、この辺は相変わらずですね。あー、まあ、一応発展はしてくれたと、だからレベル2以上は持ってるって感じやな。天下ジョータ役人激アレ突っ張りなしと。はい、まあ、当てちゃっていい。はい、なんかグラフィックめっちゃかっこいいな。30、あと30よ。あ、オカットイント見た、ゼロー。いやー強いわ。
これしゃあないな。まあでも1立派の 50% を1勝取り続けたらさ、別に1でも勝てるってことやろ。違うの、俺間違ってる、間違ってたらすぐ言って。いけいけ、あーやだーこっから偉いことになると。でここ抜けたらもう果てなき旅が始まるから、みんなここでやめるという感じなんでしょう。あ、次回 CZ の期待量下系でダブルナビで今右に入ったんで、64ゲーム以内のチャンスと期待量 66% やって。なるほどね、だからぶっ込んでくんでよろしくはまだどっかで行くやろうから、まあそんな悲観する必要はない感じやろ。でこれ色に対応してみたら、ベルリプレイチャンス目チェリースイカと、はい、でメーター1個ついたと。多分そろそろカット見ゾーン行くと思うんで、あのメーターをつけときたいんですよね、なんとかして。さあ成功でカット見ゾーン。ただこれメーターが1個もついてないから、レベルの振り分けとしてはだいぶ弱い、弱そうやな。でもレア薬とか1枚ヘルメット1枚とかでレベルを上げることができるんで、最後まで諦めちゃダメよと。で最終的にその上げたレベルに応じて突破抽選やな。なんか強そうなんです、ほら。まあさすがに強敵はいけへんけど、レベルアップしてるかもしれない。いやレベルアップしたらこれで、ああ、なるほどね。でレベルアップ、なるほどね。まあこれはレベルアップしてくれたってことでしょう。さあバリバリめ、さあ行きましょう。ああ、この辺の演出は昔から、昔からというか、あのおもろい激録あれね、テレビでようあるやつ誰だ誰だ、てめえは、てめえは誰だ。鬼浜爆速連隊じゃーい、かっこいい。やっぱ筋が通ってるからね、ちゃんと走りに命かけてるから。この悪いことしてるようなハングレどもじゃないから。あー、とっぽいね。いやーかっこいい。さあというわけで252回転さあ行きましょう。これが突っ張り出しと、あ、書いてありますね、継続すれば新突っ張りラッシュと。でここの突っ張り使ったら大体 50% あるで、アイコンを獲得するとあれやな、リゼロの通常時みたいな感じでもらえますと。でレア役だったりとかで、あ、ほらほらほらねおるっしょピエロさん。ピエロさんでもムキムキなんでこんな感じや。アイコンの獲得率は13分の1くらいらしいね。こんな感じで、勝率アップを取れると。まあでも赤よりもあの鬼浜柄みたいな、燃えてるファイヤー柄みたいなやつがいいんで、それを引きたい。ここ突破できたらもうねスーパー AT やからいけそうな気がしますけど。で一応ごめん、 AT レベルの概念があって、この継続してからの話ではあるんですけど、で AT レベルごとにセットごとに突っ張りレベルを振り分けるという感じになります。で特化ゾーンもいろいろあるらしいので、ちょっとその辺も入れていきたいが、まずはこれ突破やな。新突っ張りラッシュにぶち込むしかないわ。アイコン2個しか取れてないからちょっとヤバそうやな。さあ鬼チェリーは弱点勝率アップ、アイコンゲット。さあ赤2個と黄色1個やな。さあ行くぞ、ぶっ込んでくんでよろしくでございます。いきます、はいはい、これやってたやってた、横の人がやってた、これ左右キーでなんかできんのよ。さあ赤で、右で一撃左で全開、まず赤でどれぐらいいくかやな。うー、17%、これ一撃いくか、 40% ぐらいかな、これ全開でいきますね。 42% でございます。まとめてボコりますか。 42% なんか通さないと俺この台打ってないです。最後、まあこれ相手が誰かとか、大悟っすね。いやーいいっすね、かっこいいと言うたピエロさんや相手。あ、こんにちは、お世話になります。テカットピエロいきます。ホープって名前だよね。あー、ライフいかれてるわ、こんなんしてる。一発目は殴られてやろう。大悟強攻撃ちゃうか、これ録音します、分析。はい、いけ。ちょっと待って、ちょっと待って、え、ハンターハンターで出てきそうな、何今の動き。あのめっちゃ良さそうな背景出てる、めっちゃ良さそう。有力感ランプ消えてない、これカットミゾーン行くんちゃう。あ、行った行った行った、これ設定数ありますよ。あ、一番上で 12% で1で 9% やわ、頼む。いっ、あー強いじゃん。なるほど、
さ、でこっからまあまた1、2本まで回していこうという感じかな。ほんまや、アイちゃん6で 12.5%、 1で 3.9% から、いやこれいいんじゃない、いいんじゃない、あんだけエンディングいってるとこ見せられたらさ、臭くなっちゃうよこれ。で横の方はすごい気さくに喋りかけてくれてさ、めっちゃ楽しく実践したからより面白そうに見えたよね。ああいうのがやっぱおもろいよ。けどこの席はもう横の方と喋るとかないから、鏡しかねえからここに。ああこれで終わりましたわ。レベル1で終わったってことやな。さあというわけで2枚目いきましょう。まあぶっ込んでいくんでよろしく。確かこれ1ルッパ超えるとなかなかやんちゃうやな。とっぽいね。気づいた？わけえ、時間気にしてんのわけえよお前。シャバゾーよそれは。ああそれはシャバゾー、申し訳ないけど3万でブルってるよ。じゃかわいいわ。ようやったなシャバゾー、喧嘩番長ようやったわ。思い出したけど、やった？あれやったことある？あ、PSP の喧嘩番長。あれも旅行のやつだったもんな、修学旅行の。俺三重県出身やったから、三重の必殺技のエビドリキック伊勢エビキックやったから、なんかそんな感じの技使ってたわ。ごちゃごちゃ言ってましたけど、3枚目やな。まあ、まだまだ全然3万でブルってるよ。じゃあもうシャバゾーやからまだ。ああきつい、ゲロ出る、ゲロ出る、マジで相当気合入ってないやなこれいいね。いや燃えるわマジで。だからあれ一回突破すればいいだけでしょ。クジラ一匹っしょ、余裕よ。言うて768や最終分、次の次やもう。もうパンパンや。そんなでもちなみに言うと、その僕の姉もねの横の方もこれぐらいハマってました。でもめっちゃ出してました。 AT で頑張ってはったから、それ見たらもう俺もやっぱとことん行くとこまで行くよ。行く。あー終わりましたわ。全然ダメや。天井ですやっぱ金のぶっ込み方が違うやろ。あー軽くアクセル吹かすようにお金入れてっかんね俺。一旦下げんのよね。当たり前や。一旦天井は一っとかんと、やっぱ磯丸さん天井ですから。この台の高設定な今日の中見たくないでしょみんな。あーそんなんじゃねえから、天井行ってまくる磯丸を見たいよみんな。高設定の挙動を見たい方はもう別の方のやつを一回検索してもらって。ただ俺はちょっとこの機種のぶっ込み方、あートロの皆さんにご教授します。最高メーター4個激圧上等。これは申し訳ない、天井なんで、まあ、当たります。さあお金なくなっちゃった。ちょうど3万っすね、計算通りっす。気合い見せるかマジで。よし第5なんや。よし下まで消えてる。あーなんやこれ、誰誰一瞬設定いるかと思ったけど違います。はい、バキーどれーなんばのもんじゃい。いや絶対勝つんで、気合いよ、気合いで通す。さあ行きましょう。青ってどんどん弱なっていってる気がするけど、関係で行きます。いやーうれやめっちゃいったで、一定のループ率で何パー上乗せしていくみたいな感じだよ、システム的には。45% やったらマジ気合入れてぶっ込んでくんでよろしく。いきます。うわー頑張れ。 45% 通せ、復活。もうこれはやばい。かーもう気合入ってんね。ありがとうありがとう、本気の出しがいがあるわ。まあ、でも気合の入り方ではマジで負けてない。俺の伝説1個言っていい？あんま自分でこういうの言うのもあれやけど、二欠しててなんかいろは坂みたいな感じのカーブがある峠みたいなのがうちの地元にあんねんけど、そこで俺後ろに友達乗せた状態で後ろのこのステップ分かる？足置くとこを吸ったっていう伝説持ってるから、ここまで行ってるから踊ってるよここまでちょっとまあ持ってるけど、
気合見せろ。来い来い。いいじゃんいいじゃん、勉強なる、ありがとう。2枚目何4か、ごめんごめんごめん、気合入りすぎて満札の感覚なくなってるわ、ごめんごめん。来い、にゃあ今出やがりーってしんどい、いやーやばいなこいつマジで。4パチ、これ何、5枚目、あー早いって追い込まれんの、この展開怖いな。ちょっと芯突っ張り出してやりたいだけやったのに、角やしちょうどええわとか思って軽い気持ちで座ったんやけど、軽い気持ちで座れてるのがまずあかんよね。まずこいつはもうそういうやつって分かってるのに、根性あるやつってね。だから俺がもうヘラヘラな状態でこんなん座ってもらうとあきませんわ。俺もちょっともう本来の姿見せるしかないわ、申し訳ないけどね。動画には映せんかもしれへん、ああ申し訳ない。まず2回殴るからボンボンってこれ何、ついにパネル下パネ消えてなくても設定 L 入れれる技術開発された。設定 L の負け方やろこれ。ちょっとやっぱまだ気合足らんよな、ちょっと足らんよな。あ、一応ここのお店の目の前に激辛で有名な蒙古タンメンあるから、そこの北極ラーメンでちょっと気合入れて、いや食えへん、あれ五感おかしくなるから北極ラーメンは。でもうまい、めちゃうまいのよ、辛いしね。あれで一回気合入れるしかないっすね。ワンチャン、ワンチャン行こうか。相当気合入ったんじゃん。久しぶりに北極ラーメン食ったけど、でも意外と食えたわ。うん、まあでも普通のなんだろう、感覚でいくとやっぱ持ってかれるから、はい、てかてか、うん、汗すげんだわ、汗と涙と鼻水がすごい、うん、ちょっとしばらく止まらへんかもしれんけど、あと口のヒリヒリがやばい。でもカレーだけじゃなくてうめえから、これだけでしょ。天井はまるよ、きちいけど、でも出んだからならやろうよ。ちょっと俺の根性見せるわマジで、絶対まくるマジで。メーターに行こう、マジガチでぶっ込むわ。激熱ってことは自力でレベル上げて当てれたってことか。バキー、大したことねえな。637ゲームハマるじゃん。まあ行きましょう。相当気入ってますよ、止まる。4万4000やろ、ちょうどや、ちょうどまくれます、絶対入れる。まあさっきの 45% とか絶対通さなあかんからね、俺が悪いよ正直。なめてかかってた、それはある。でも今はもうガチガチで向き合ってるんで、かっこいいとこ見せますわ、絶対通す。いきます、さあ黄色3個やな、マジ気合入ってる。オーバー、大丈夫、まだ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 、うわいいじゃんいいじゃん、絶対取る。 42% いきます、第5な、リベンジや。まあ一旦避けろ、いけ。何その動き、何その動き、マジでもうほんまにこっからもうね、まあ AT レベル3勝してなんですけど、まあ 80% ループは平均あるということで、いきます、ブンブンルーレット。ああなるほどね、報酬ももらえるんだよな。でもこれは多分芯突っ張り出しでしょう。はい、で告知方法、公平かバトルか、裏モードか選べるみたいな。まあバトルモードでいきましょう、行こう、気合見せるわマジで。トッカーン、バン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 バーって行こうか。芯突っ張り出し、死ぬほどかっこいい、行きます。なるほどね、まあステージを参照してという感じだな。でこう同じようにアイコンを取って継続率を上げていくと、
だからレア役引いてアイコンを獲得してからか。アイコンの獲得率が8分の1ぐらいまで上がってるよね、最低でもね。上位やと思って獲得できるみたいな。で取れるアイコンの中にもいろいろ種類あって、特化ゾーンのアイコンだったりとかもあるみたいな。なんで突っ張りラッシュより取れへんねん。さあ継続率アップ、雑魚すぎるねこれ。 AT レベルを参照して突っ張りレベルを振り分けるけど、まあこの突っ張りレベルは低そうやね、アイコンが全然取れてないから。あの取れたアイコン黄色の継続率アップ1個だけなんですけど、あ2個になりましたわ。大丈夫か、キャラも勝つしかないんで一撃でいきますわ。まず青の一撃、あら 6% いきます、あら5%。3回に1回投じゃいいでしょ、絶対ロス。せっかく入れとんねん、いいやお前もうマジで。あんまり舐めてんの、いけんじゃないこれ。ノブノブいけ、ノブはやっぱ根性だけはあるからね。あれノブを舐めんだよマジで、シャーっつってブンブンルーレット。まあまあさすがに何もないね。というわけで相変わらず行きましょう。いやこんな奇跡もうないからね、ちょっとマジ頑張ろう。ちゃんとちゃんとアイコン取りましょう。これは取れてへんか、いや取れてるか、取れてるね。ただモードがアップやね、はい。まあ、これで突っ張りレベルの差って感じやろな。今書いてあったんですけど、勝ち上げマフラーってなると最低継続率のアップの、あフリーズしてるけど勝ち上げ、あ取れた。これあるとアベレージを上げてくれます。でマフラー取れたらなくならないです。黄色2個、何これ、あーラッシュ継続で覚醒チャレンジゲットした。いやでもこれは33パーぐらいらしいんやけど、鬼神の特化ゾーンにね行く可能性ありって感じやな。絶対継続させます、いきます。いやーしょぼいか、89パーループぶっ込んでくんでよろしく。あーチャンス到来、いるかっこいい、いいね鬼神が来ました。余計手を、まあ、食らうわな、食らったろ一回。あいちゃんいったらんかい、ほらナイス。さあというわけで覚醒チャレンジ取れましたね。正義一貫ブンブンルーレット、でこれ持ってるんで覚醒が飛んでくると。さあ行きましょう、覚醒チャレンジですね。で成立やことに、二択ナビ正解した時の 11%、 あるいはレア役とかで開眼させる感じになってくるね。取ろう、期待は 33% いきます。新覚醒チャレンジかっこいいね。もう取るしかねえやろこんなもん、行くぞ、いけー、こいくー、よう滑りはるわ。まあええやない、ええやない。いやー二択を外してる、そもそも来い、11%、ああむずいね、むずいわ。いやスイカ用品だけどな、いやいい楽しなってったね。うわ突っ張りステージ、これはいろいろ試るそうやな。絶対入れよう特化ゾーン、はい、勝率果てだ。あーそういう系か、メンチメンチ連打メンチ連打、ラッシュ継続でゲットの、まあ頑張りましょう。バキ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 、いいね。でメンチ連打を持ってるんでメンチ連打いきましょう。ブンブンルーレットメンチビーム、さあどんな感じになるんだ、いきます。鬼爆魂かっこいい、おお継続率が上がってる。35% からスタートなのか、20何分から35足されるのかわからん。35、あすでに 55%、 あ35から始まるだけでした。さあこれは OKOKOK、 突っ張りかな、
いいレベルなんじゃないのこれ。オッケー、赤二つ。あー待って、今鬼ってなってる。激アツ。うん、さすがにチャンス。鬼、あ、え、さすがにこれなんか激アツ。あれ、何、何を取るの、何を取るんだ。待て激アツ、あ、これ、あー、そういうことな、なるほど。え、まだ続いてるわ。おお、来た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 。いいじゃんいいじゃん、これ贅沢よ。ここまで入れば強いんやって、俺だって横で見てたもん、おもろそう言うて。いや、これはあのノブを通したらでかかったわ。油断はせえへんよ。でも 100% まで上げる。さあ、あ、気持ちいい。これアネモネのあれみたいよ。さあ、なんかもう押し出されていってますか。行きましょう。はいはいはい、 5%9%、 赤2つ残ってるよ。はい、行きましょう。お、僕と思ってるやないかい。僕と使ったら喧嘩番長ではシャバ像メーター溜まっちゃうからで。惑星チャレンジでございます。行きましょう、決めるわ。33パトースレック、マジ引くんだよな。さすがに弱者やけど、いける、いけ、つや、むっちー。待って、なにこれ、なにこれ、これさ、2択当てたら行くやつじゃない。順押しやろ。あー、いやー、やっちまったか今の。むずいじゃん。待って、なにそれ、え、え、あかんの、あかんの、いきます。よう引いた、よう引いたけどな。あれ、赤消えてるよ。報酬チャレンジ、ブンブンルーレット、格上された今の、全然されてへんや。あれ、なんやかんや、でも7セットまで来てますね。けど油断できるタイミングないわ。チャンスチャンスチャンス、おおおおお。いや、ここはね、まだ継続のアイコンが欲しいから。あ、いやー、まあこれか。あ、まだ続く。おおおおおお、まだチャレンジさせてくれんの。やっぱ特化ゾーンの一つや二つやらんとな。まあ、なんやかんや貯めれた気はするが。はい、青一個だけか。ちょっと青とかが多いんでだいぶ怖いけど頑張ります。覚醒チャレンジがあるんで行きます。9、いや9でかい。おー、すごすぎる。いや、アテナめっちゃ強いな。さあ、正義一貫、覚醒ラッシュチャレンジで、これだっていけんの、これ、ここでほんまや。報酬獲得率アップ、わけわからん。もうこれはちょっとわけわからんね。まあ、しゃあないな。行きましょう。3回目な。絶対決める。いや、よう、レアク引いてるけどね。まあ、多分 20% ぐらいだよね。まあ、強チェリーとか引くしかねえわ。1600分の1やけど。感想確定ないの。そこまで頑張りたい。木刀一戦じゃい、いけ、いけないっす。ちょっと箱使うわ。気がついたら800まで出るわ。いや、やれるか、やっぱあれな、
俺が見てたのはこれや。ちょっと通常時にだいぶやられた分ね、取り返さな。13、8、オーケー、ナイス、ナイスパンチ、いけるぞ、グラー、ナイス、ナイス、よし、突っ張りはいかへんか。もう無理と言われようが、もう通すしかない。黄色絶対に抜く、赤の回いきます、青1個関係ない、いきます、上げろ、来い来い、57%ちょうどいい、いきます、大丈夫、第5、マジで5分、マジで5分、いや関係ない、いきます、誰が弱、いやー、どうしてくれ、やるやんけやるやんけ、関係ない、これやばいか、いけー、殴れ、復活ないか、いやー、1145、あー、くっそー、いやー50、いやー、あと5、6連したらエンディングやったらな、いや、やっぱでも芯まで行けば全然あるね、これポテンシャルはすごいわ。とりあえず半分以上は帰ってきたんで、まだまだ全然回せますね。なんかこういう AT 入れば強い系の台ってなんかめっちゃ久しぶりに打つから、これはこれでおもろいわ。なんか最近のやつどっちかというと当たり軽いけど刺激で伸びませんみたいなタイプの方が多かったから、やったったかみたいなのがあるわ。あの新チャレンジで入れられとったらもうだいぶ有利やったやろな。さあ1ニッパのカット日もうちょいでいくんですけど、それまでにこれメーター貯めときたいですね。さあランプとか2個でカット日やな、ここで当てれたらクソ強いからマジで。ほうき、120近い点頼むぞ、第5ほうき変化対決、いや全然あるやろこれは、いきます、当たってくれ、 OK、 よっしゃ、はい、でここでまた芯入ればもう半端ないからで、いきましょう、絶対通します、7%だいぶ溜まった、18、頑張れ、いけるいける、41はマジでいける、絶対通します、40、41%、いける、いきます、第5、黙れ、うわー、じゃあ初手殴りの、いやこれやばいか、いやでもいけ、いろいろあんじゃんパターン、いろいろあるんじゃん、こよっしゃ、ナイス、危ねえ、ちょっと怖かった。さあ青緑、何、あボーナスやん、絶対勝つマジで、でもうわ綺麗な彩り、目に優しい、いきます、突破すればボーナスってか、 5% もったいねえ、 7%、 8%、 10%、 勝ち上げろ、絶対行くしかない、80%、 いきます、ああ勝てばボーナス、リュウジ、オッケー、赤文字しかないけど負けんなよ、ナイス。さあというわけでボーナスですね、30ゲーム固定のボーナスなんですが、
その最中も、アイコンの獲得抽選をしてるという感じだな。いきます。勝手に揃ってくれるのかな。いやいいね。あー勝手に揃う。あると思います。かっこええな。でも長えな、長え、たっぷり時間かける。よし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 。あ、454枚、まあいいでしょう。要件あるけどちょっとしょぼそうやな。まだまだいきます。なんかね、俺の一発レバーで勝ち取ればいいだけや。青 6%8%10%20% 欲しいね。いや5はあかん。14 64、ちょうどええ。行こうか。こんだけやる上等や、マジで。行こう。いや、まあ、ハヤトならいけるやろ。赤持ち来い。いける。絶対行く。いいよ。さあ、先手取って。アクセル開けて、ぶん殴るだけや。復活は64%。いやー64で負けるか。でももうちょい薄いとこどうしてたからな。文句は言えないっすね。あとちょいやねんけどな、まくんの。ピキーンピキーンピキーン。よっしゃー、ナイス。いきます。マージぶっこむ。 9% 11% 20% いきます。だらっ、少ねえけど通すか。リノ、リノやろ。いきます。通す。こんなもん通さなあかん。関係ねえ関係ねえ。これは文句言われへん。たまには頑張れ、ノブ。わあ、なんか、なん、いけ。なわけないか。成り上がり、よろしく。なみなみな、鬼浜を一回打ったらこれですわ。すみません。なに、中止、なんぼ、一人負けじゃん。マイズ、うん、うん、勝ちやろ。1ポイントじゃん、あれやるでって。あで、やるで。というわけで、なに、鬼浜旅するやつ、おもろいや。おもろかったやろ。誰がおもろいんだ俺。危なー、行ってまうとこやった。危なー、血騒いでもうた。というわけで、まあまあ時代錯誤な台ではあるかもしれないですけど、やってることとしてはなかなか面白くていい台やったかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもね、ホールで見つけたら行ってみてください。打たないと俺やっちゃうよ。今日の目標、画面にぶち込む。よう取った。マジでアキトめちゃくちゃ継続させるとこ見せたいっす。いや、行くしかない。うまい。あれよ、ほら、あと2段階20ゲームで上げれれば宇宙人、宇宙人まで行ったら新記録確定。あれよ、あっか。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。